アクサライ病は、ウズベキスタンのサマルカンドにある霊病である。アクサライ病は15世紀、ティムール町の時代に建設されたと考えられている。アクサライ病は、グーリアミール病から南東に30メートルの地点に位置する。アクサライは、チュルク語で、白い宮殿を意味する。アクサライ病が建設された、正確な日付とその目的に関する、歴史的な情報は不明である。 ソビエト連邦時代に、歴史学者、考古学者、東洋学者のミハイル・マッソンは、アクサライ病が建設された目的は、マーワラ・アンナフルを支配し、グーリ・アミール病に埋葬されていない、ティムール町第五大君主のアブドゥラティーフのためで、あるという仮説を立てた。また、アクサライ病の建築物としての特徴とその内蔵は、同じ15世紀の70年間に建設されたと、 考えられているイシュラと花と似通ったものとなっている。現代においては、アクサライ病はアブーサイイドの男子の子孫を埋葬する場所として使用されていたと考えられている。アクサライ病は20世紀までにその形を大きく崩していたため修復作業が行われた。1924年から1925年にかけて修復作業が行われ、 ほぼ原型に近い形にまで修復された。21世紀直前になり、アクサライ病はティムール町時代に建設されたその他のサマルカンドの建築物と共にユネスコの世界遺産に登録された。2007年、アクサライ病は寄付による修復作業が行われ観光客に公開された。アクサライ病の内部には十字型のメインホールのほか3つの部屋がある。メインホールは 天井部分が円筒状のドームになっており、四隅にある高し隅で支える構造となっている。地下へと続く狭い沿道は埋葬者不明の大理石で作られた八角形の墓へと続いている。建物の外装は過微な装飾が施されている内装とは対照的に簡素なものとなっている。基礎部分となる壁の内装はモザイク状になっている。 壁やドームには金をふんだんに使用した装飾がなされている。ありがとうございます。